ン文字で安田夏樹氏が反日ゲリラを擁護した9月24日朝 TBS のいかがわしい報道要約番組「サンデーモーニング」でフォトジャーナリスト安田夏樹氏が麻生副総理の発言「武装難民」という概念は存在しないとした調べ不十分な断定発言加えて麻生副総理が「北朝鮮から難民が流れてくるかもしれない」 その中に武装化した難民もいるかもしれないと発言した。全ての難民が危険みたいな印象を与えてる。とまで、そっくり返った。難民は、罪なくして祖国を追われた気の毒な人々と印象づけ、保守系政治家が問題提起しただけでも猛も批判するサンデーモーニング、冷静に願おう。 各国で難民に紛れて、テロリストが入ってきてるのは事実なのに。何ですか武装難民っての安田氏発言をフォローするツイート。武装難民を検索しても、麻生さんの発言以外出てきません。麻生さんの造語でしょうか調べています。三宅幸子元衆議院議員。変な言葉を造語して煽るのって。 関東大震災の時の悪夢をまたやろうっていうことなんですか狂気を感じます。あ生そう。副総理。警察か防衛出動か射殺かについて。武装難民という言葉はありません。武装難民という定義はありません。難民を危険だと印象をつけようとする。あ生そうしに騙されてはいけない。武装難民という言葉は、 すでに使われており、概念も明確である。一例、紛争と開発平和構築のための国際開発協力の研究、2007年3月、研究代表者、佐藤康信、東京大学教授、大学院総合文化研究科難民キャンプに武装勢力が紛れている場合、受け入れ国が、この勢力を積極的に支援し、強化することもある。 武装難民は難民受け入れ国が難民送り出し国との交渉時のカードにもなるからである。2例、防衛研究所起用第2巻第3号1999年12月長尾雄一郎他4名複数のエスニック集団からなる国家において見られるエスニッククレンジングや大量難民の発生が考えられる。周辺地域に同族の民族が存在する場合 多くの国民が自分の所属していた国家を放棄し大量難民として移動を行う可能性が高いその場合武装難民も発生し周辺諸国は多大の迷惑を被ることになろう多た数掲載割愛テレビ発言はまさにお花畑的ユートピア人道主義まっしぐらで 美しくマスコミで活躍したい群れの発想だ。誰しもそうありたいと念ずる。しかし、戦後72年経過して、初めての国家的危機を迎えそうな今、危機を伝える政治家の発言を、発狂者、戦時中の亡者、反平和主義者と貶としめるだけで、留院を下げ、非武装平和の類に国民を誘導されては、たまったものではない。皆のわかりやすい言葉で申します。 武装難民とは、反国家ゲリラ、破壊的殺戮者、すなわちテロリストなのです。対抗する防衛力を駆使して殲滅する以外ありません。